緑の館は、ウィリアム・ハドソンの小説、緑の館を原作とした1959年のアメリカの恋愛映画。オードリー・ヘプバーンが当時夫だったメル・ファーラーと共に制作した作品である。エートル・ビライ・コール・ロボスが音楽を一部担当した数、少ない作品としても知られる。映画画化研は1932年に、ドロレス・デル・リオのための企画として、RKO が買っていた。 しかし映画化は実現せず、11年後にフリーのプロデューサーが買い取った。さらに1945年には MGM に売られ、1953年にはビンセント・ミネリ監督、ピア・アンジェリ主演で企画されたが、これも実現しなかった。1956年、MGM の作品だったパリの恋人をパラマウントに売る際に、オードリー・ヘプバーンが将来 MGM で一本、 取るという条件があった。そのためヘプバーンは MGM の制作部長に会いに行き、メルファーラーを監督に起用するなら緑の館に主演すると申し出た。相手役にはアンソニー・パーキンスが選ばれたが、ヘプバーンにとって初めての年の近い共演者であった。1958年、ヘプバーンは先に二層物語を取っていたため、ヘプバーンが二層物語のロケで、 コンゴに行っている間に、メルファーラーは南米へ緑の館のロケ地を探しに行っていた。しかしジャングルの木々は密生し、日は十分に差し込まず、宿泊施設も最も原始的なものをしか望めなかったため、一部の屋外シーンを除いて MGM のスタジオで撮影されることになった。日本語版 TBS 版、ありがとうございます。